うもこんにちは皆さん。今日は、今放課後でございます。で今日テストで2時間授業だったんだけど、授業じゃないや、2時間だけテストがあって、まあ、放課後なんだけど、今からねお友達とテスト勉強します。はい、でもその前にお腹がペコペコで日高屋行ってラーメン食べた後にサイゼでゆっくり勉強しようかなと思ってます。ミスドでもいいけど、まあ、とりあえず行きます。レッツラゴー。日高屋です。日高屋です。いつも通り値はピリ辛、ピリ辛の豚骨レギュラー麺、美味しそう。来ました。もう本当に美味しそう。食べたい。食べるんだけどね。いただきます。なんだかいつもこのアングル今日は風が強いのでお団子で。美味しそう、マジで。ああもう食べたい、早く食べたい。いただきます。テスト頑張ってよかったってぐらいうまい。はい、完食しました。ごちそうさまでした。今日はやっぱりミスドでお勉強します。やったね、空いてたいいところが。はい、この普通のノーマルポンデリングで友達がイチゴということで、いただきます。飲み物は水です。いい席見つけちゃったからね。じゃん、いただきます。今が数学の勉強します。今ね、金曜日でね土日挟むからね、いっぱい勉強ができるっていう、嬉しいねって感じです。もうめちゃめちゃ勉強したのでなりきりプリキュアやっちゃいます。お盆でいいよね。キラニコランクってやつだ。じゃじゃん、かわいい。これかわいいよ。あ、ガチャガチャゲット。かわちん。はい、今帰ってきました。帰ってきてもご飯食べ終わったんだけど、てか勉強します今から。でね、ちょっと見せたいのがあって、で実はスクバのキーホルダーをガッツァラって何、また買いました。実はでじゃーん、前はバツ丸くんだけだったんだけど、クロミちゃんも参加し始めましたということで、お久しぶりのクロミちゃんのキーホルダーが大量にいるっていう感じでございます。テンション上がるよね、かわいいでしょ。で視聴者さんからいただいたやつとかも全然つけてるし、これとかもいただいたもので可愛いでしょ。でこっちにはバツ丸くんがいて、にぎやかなスクバになってます。でちなみにここに落書きする予定です。頑張りますっていうだけ。もうマジで早くテスト終わって落書きしたい。青いって書く。なんかデザインうまく考えたいから頑張って構成練りますわ。やりまっか。あーもうさっきね、私帰ってきた後寝ちゃったんだよね、眠すぎて。で寝てご飯食べて、夜ご飯つけ麺だったのラーメン食べたのに食べてって感じでした。美味しかったです。でもね、土日はしっかりと勉強するので筆箱の中全部整えちゃいます。お片付けタイム。チピチピチャパチャパロビロビダバダババチコミドフィドフィボン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 。なんか猫ミーム作ってみたい。猫ミーム、何時に起きて何時に学校へ行くみたいな
皆さん、テスト勉強は自信ございますか？テスト勉強じゃないな、テストの結果っていうの。ちょっとね、結構頑張ってるけど、なんかうまくできたのかできないのか分かってないんだよね、正直。なんか一応埋めたけど、みたいな。合ってるかは分からん。人生で1回でもいいから100点取ってみたいな。絶対無理。やってもちょっとできないかもな。きついな。皆さんって過去何で100点取ったことありますか？コメントで教えてください。綺麗になったよ。まだだった、まだあった。このさ、ブロッキー本当に好きなんだけど、もうなんか一生ついてきます先輩みたいなぐらい好き。お、よいしょ、オッケー、できた。じゃあお勉強タイム入るか。ちょっと眠いから、もしかしたらすぐ寝ちゃうかもだけど、すぐ寝ちゃうかもだから、やれる時に頑張ってやっちゃいます。やりますか、やりますか。まあ明日は普通にあれかな、お勉強して家で、明後日は多分友達とかと勉強するかな、どうだろう、わかんないけど、まあ、したいねって話してるだけだからまだわかんないんだけどね。なんかもうさ、本当に最近おニューのあのペンが欲しくてやばい。どんだけ買うんだよって感じだけどさ。てか聞いて、今日ゲーセンにね、バツマルくんがいたのまで超欲しくてさ、もう泣きそうになりながらバイバイしたよね、バツマルくん。クレーンゲームに入ってるバツマルくん、本当に欲しい。バツマルくんグッズが今強烈に欲しいんだよね、いっぱい、いろんなのが欲しいの。本当にそろそろバイトしたいなと思ってさ、ガチンでお金ないじゃんと思って。でまた週2かな、なんかきついんだよね、意外に部活週3の毎日のように撮影とがあって、のバイト収入は結構しんどいけどね。私はお金が欲しいよ。お金欲しくない人なんて誰もいないからね。皆さんはどういうバイトしてますか？私さ、あんまり静かなところじゃなくて賑やかなところで働きたいのよ。なんかパパとかもママとかもそっちの方が絶対長続きするっつってて、私の性格だとね。いいとこないかな、なんか教えてください、ここ楽しいよとか。なんかもうできれば飲食店は嫌だ、お腹空いちゃうから。なめんなって感じだよね。で私スーパーのレジ打ちやってたけど、たまにレジ打ちやるとかならいいけど、もうレジ専門はやりたくない。もうしんどすぎた、4時間も立ちっぱ、あんなに辛いんだと思って。なんかもうスーパーで働いてる人見ると本当になんかお疲れ様ですって言いたくなっちゃうって感じです。ちょっとすごい話ずれたね、ごめんね。まあ、ということで、放課後勉強しに行く日みたいな動画でございました。まあ、すごいねダラダラしてる動画だったかもだけど、ごめんなさいね、ちょっとテスト前なので許してください。勉強頑張ります、勉強頑張って100点取ります。嘘です、無理です、それは無理だけど、普通に勉強頑張りたいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。もう寝る方はおやすみなさい。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。